おはようございます。10月3日月曜日、朝5時38分です。今朝は晴れのスタートです。東の空が徐々に明るくなりつつあります。若干寒い。半袖 T シャツ1枚だと少し肌寒いです。ただまだ日中は30度ぐらいまで気温が上がるんですよね。まあ、湿度がだいぶなくなった分、過ごしやすくはなったんですけど、それでも日中、昨日もめちゃくちゃ暑かったです。で、昨日は大会お手伝いということで、朝から一日競技場にいたんですけど、めちゃくちゃ暑かったです。非常に日焼けしました。で、今日撮影に使っているカメラですが、引き続き α7-4 に、レンズが今日は APS-C 用のレンズですね。11mmF1.8SEL11F18 になります。まあ、F1.8 っていうことで、まあまあ明るめなレンズと、まあ APS-C 用のレンズにはなるんですけど、なかなか α7-4 と組み合わせした時に、まあ、スーパー 35mm で撮影したら、結構軽量コンパクトで使いやすい組み合わせなので、この組み合わせかなり気に入っています。それではモーニングコーヒーいただきます。今朝は入れたてのコーヒーです。バリスタがちょうど豆が切れちゃったんで、朝からコーヒー入れました。そしてバックスベース .fm のカップでは、いただきます。うまい。ソニーの新しいシネマラインカメラ、プロフェッショナルカムレコーダーの FX30、FX13 なんですが、発売自体は、まあ、カミングスーンということで、10月14日金曜日になってるんですけど、確か明日から予約開始だったんじゃないかな。そうですね。2022年10月4日火曜日10時より予約販売、開始予定になっています。まあ、買うんだったらソニーストアで購入した方がいいかと思います。ソニーストアで購入した場合っていうのは、もう最初から3年間のメーカー保証というのがついてくるので、通常の販売店で購入すると、まあ、メーカーさんで購入すると1年保証なんですけど、このソニーストアで購入した時っていうのはもう最初から3年間ついてくるので、まあソニーストアで買うのがやっぱりおすすめなんじゃないかなと思います。で、この外観が FX3 ともうほぼほぼ同じっていうことで、重量もね、若干軽い程度なんですけど、ボディサイズとしてはね、やっぱり α7 シリーズと比べると若干大きく感じるところはあります。まあ、この軍艦部分がスッキリしてるっていうところで、見た目は意外とこう小さく見えるんですけど、厚みがある分かなりこう、塊感があってずっしりとしたカメラなんですね。まあ、以前FX3 を所有してたんで、まあ、そのあたりすごくこう、よくわかるんですけど、ただ FX3 だとか α7S3 ってね、4K で撮影するときに APS-C のレンズが使えないんですね。フルサイズ用のレンズしか使えないのが、そこがね、こう非常にまあいいところでもあるんですけど、逆にこうネックであったりするんですが、まあ今撮影に使っているこの α7-4 は、そういった意味では APS-C のレンズを使ったスーパー 35mm での撮影っていうことが非常に可能な、カメラで、めちゃくちゃこう万能なんですね。で、この FX13 自体は、まあ、APS-C の、センサー積んでるっていうことで、まあ、フルサイズ用のセンサー、フルサイズ用のレンズ使うこともできるんですけど、どうしても1.5倍クロップされてしまうということなんですが、ただ全体的なこうシステムの大きさだとか重さを考えたときに、やっぱりこのね、APS-C のレンズが使えるっていうのは非常にね、こうアドバンテージがあるかと思います。まあ、暗所に関しては、もう α7S3 や FX3 と比較すること自体がね、ちょっとおかしくて、あの2つのカメラってめちゃくちゃ高感度強いんですね。暗所に強いカメラなので、あの2つと比べちゃうと、もう他のカメラってもうほとんどのケース、もう暗所でのノイズっていうのがね、出てきちゃうので、まあ、比べるも土台が違うっていうか対象が違うと思います。この FX30 めちゃくちゃ使いやすいカメラになるんじゃないかなと思ってて、非常に気にはなってるんですけど、皆さんは FX30、FX13 予約されますでしょうか。連日のスペーシアベースネタで非常に申し訳ありませんが、今日も引き続きスペーシアベースのネタでやっていきます。外観かなり気に入ってます。特にこのグリル周りですね、このバンらしからぬこのフロントフェースが非常に気に入っています。で、僕はあんまり詳しくないんですけど、このグリル周りってスペーシアカスタムかな、
マイナーチェンジ前のスペーシアカスタムのグリルにこう黒く色を塗ったモデルになっているみたいです。これがなかなかね良くて、で特にこの S マークですね、スズキの S マークを今回ブラックに塗ったものをチョイスしました。サイド面のスタイルもなかなか気に入っています。ホイールはブラック一色、これ鉄地に見えて実はアルミなんですよね。非常に気にはいっているスタイルなんですが、ただやっぱり何箇所か気になるところがあって、そこをもう少し改善していきたいなと思います。でまずね、何かというとこれサイドマーカーなんですけど、まあウインカーですね、サイド面のウインカーになるんですが、このサイドマーカーのこの色があんまり気に入っていません。こう全体的にボディはグレー色で、でブラックを基調とした、ツートンになってるんで、ツートンじゃないな、2色になってるんですけど、ここのサイドマーカーがこれ純正のものなんですけど、こう白っぽい、半透明の白っぽいもので、これがね非常にちょっと気になるんですね。バランスが非常に悪い。それからあとこれ、こいつもねめちゃめちゃ気になってるんですよ。これ鍵穴なんですけど、この鍵穴がね気に入らない。サイド面見てみると、やっぱりこのサイドマーカーとそしてこの鍵穴、この色が違うのが非常に気になるので、ここをブラック化してやることでだいぶバランス良くなるんじゃないかと思います。実はこの2つのパーツですが、交換部品はすでに注文済みで、こっち側がねちょっとまだ時間かかりそうなんですけど、こっちが鍵穴の方はもう商品届いたので、もう早速交換しようかと思います。今回準備したのがこのパーツになります。ジムニー専用になってるんですけど、キーホールをタフネスにドレスアップ、JB64 ジムニーと、あと JB74 シエラ用の、鍵穴を塞ぐキャップになるんですけど、これ磁石で貼り付けるタイプのものなんですが、まあ、ジムニア用にはなってるんですけど、おそらくあのスズキのあの鍵に関してはほぼ共通だと思うので、多分形状的にはね問題ないはずです。早速中取り出してみたんですが、こんな感じになります。裏側にしてみると、これ真ん中にシルバーに光ってるの、ここがね磁石ですね、強力なマグネットになります。全体的な多分材質はこれプラスチックなのかな、なのでまあ錆は心配ないかと思います。でジムニー用はっていうことで、ジムニーは運転席と助手席左右それぞれに鍵穴があって、こう、2個入りのタイプになるんですけど、このスペーシアベース、まあ、多分スペーシアとかもそうだと思うんですけど、運転席側にしか鍵穴がないので、2個入りですが1個しか必要ありません。これは一応念のため予備で置いておきます。それでは早速取り付けしてみましょう。まあ、取り付けって言ってもね、貼り付けるだけなんですけど、まあ、鍵穴の形状に合わせてパチッとマグネットで貼り付けするだけです。これだけ。で外すときはちょっと結構強力なんでなかなか外しにくいんですけど、もうマグネットでこう貼り付けしてるだけなので簡単に脱着も可能です。さあどうでしょうか。あ、やっぱり鍵穴隠れるだけでだいぶ雰囲気変わりますね。そして周りの色に合わせて今回チョイスしたのが黒色になります。JB64 ジムニー用のこの鍵穴を蓋って結構いろんなメーカーから出てるんですけど、結構メーカーによって色が違うんですね。グレーのものがあったりだとか、白もあったかな。結構何色かあるんですけど、僕がチョイスしたのは今回ブラックになります。このキャップ自体は以前所有していた JB64 ジムニーの時にも全く同じものを使用していました。使ってて結局一回も落ちることなかったし、特に移動することもなかったんで、まあ、サビももちろん出てなかったんで、非常におすすめできる部品かと思います。まあ、ちょっとしたドレスアップなんですけど、ただやっぱりこんな感じでね、こう、鍵穴、シルバー部分がなくなるだけでも、だいぶ車の雰囲気変わるんじゃないかな。さあ、あとは、このサイドマーカー部分ですね。まあ、これをブラックのものに一応交換予定なので、届き次第、またご紹介したいと思います。今日はめちゃくちゃ天気がいいです。で、出さなきゃと思いながら、ちょっと伸び伸びになっていたスペーシアベースのコーティングなんですが、今日予約取れたので、今から出してきます。まあ、できるだけ納車して早打ちの、コーティングした方がいいんで、じゃあ今から行ってきます。16時を回りました。お昼前に出していたスペーシアベースのコーティング完了して戻ってきました。ピカピカです。そしてツヤツヤ、気持ちいい。足回りのブラックもかなりこう引き締まって、いやーなかなかいい感じです。まだまだいろいろとやりたいこと考えてるんですが、まずは軽く外装仕上げて、
あとまあ車中泊といった中の使い勝手、まあ、これからどうやっていこうかいろいろとこう考えていきたいと思います。楽しみはまだまだ続きそうですね。はい、というわけで本日以上となります。また感想とコメントいただけると非常に嬉しいです。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた。